クライマックスシリーズもいよいよファイナルステージ、日本シリーズ進出をかけた戦いが始まります。東京ヤクルトスワローズ対読売ジャイアンツ、クライマックスシリーズファイナルステージ第1戦の模様をお送りいたします。スワローズの先発は右の斉藤、対するジャイアンツの先発は小山、以上の両先発。さあ注目の立ち上がり、ジャイアンツの攻撃、先頭バッターはカール、初球見送ってストライク、いきなり151キロ投げました。ストレート見送ってストライク、ポンポンと追い込んできました。投げた、流し打ち、どうだ、ファールボール。第4球を投げた、打ちました、三遊間の当たり、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは藤村、投げた、直球ストライク、アウトローへ、いきなり150キロ、投げた、インコース高め、空振り、バッター追い込まれました。投げた、アウトロー、空振り三振、藤村三球三振に倒れました。第9球、投げた、初球空振り、いきなり150キロ、投げました、ストライク、膝元厳しい球でした。バッター追い込まれました。投げました、流し打ち、打球はレフトの左へ、ファール。投げました、内角低め、縦のスライダー外れてボール、カウントワンボール、空振り三振、バットアウト。最後は渾身のストレート。斉藤、上々の立ち上がりを見せています。これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッター石谷、初球を打った、山田、落下点に入った、ライト左へのフライですが、これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、ストライク、膝元厳しいボールでした。いきなり151キロ投げました。2球目はストライク、バッター追い込まれました。縦のスライダー、空振り三振、坂本三球三振。バッターボックスはマシュー、投げました、初球はストライク、いきなり150キロ、投げた、2球目はストライク、早くも追い込みました。カットボール、空振り三振、マシュー、全くタイミングが。これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッターは細竹、投げた、まっすぐ見送ってストライク、投げた、2球目はストライク、バッター追い込まれました。投げた、ボール、ここはよく選びました。カウントワンボールツーストライク、投げた、変化球はアウトローへ、ボール、カウントツーボールツーストライクです。内角低めいっぱい、見逃し三振。バッター太田、第9球、投げた、見送ってストライク、いきなり153キロ、2球目空振り、チェンジアップに全くタイミング合いません。投げました、ファールボール。第4球を投げました、変化球、空振り三振。バッターボックスは小山、第9球、投げました、低め外角ストライク、いきなり151キロ、投げました、決まってストライク。第3球を投げました、もう完全なボール球、カウントワンボールツーストライク、投げました、縦のスライダー、空振り三振。斉藤、下位打線ですが三者凡退に打ち取っています。ノーアウトランナー一塁二塁となりまして、斉藤、第9球投げた、初球外れても、第2球投げた、低め外れても、低め外れてツーボール。第3球は変化球ストライク、インローへ。第4球を投げた、打った痛烈な当たり、センターへの打球取りました。
これでワンアウト。ゲームは中盤4回に入ります。バッターはカール。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第2球投げた。ツーシーム空振り。タイミング合いません。投げた外角低めいっぱい、ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。ツーシームはボール。カウントはツーボールツーストライク。投げたインコース低めいっぱい、見逃し三振。バッター藤村、第1打席はスイングアウトの三振に倒れ、打ちました。あっと引っ掛けた。これでツーアウト、ランナーありません。直球に送ってストライク。第2球投げました。2球目はストライク。追い込んでから投げました。1球外した、ボール。カウントはワンボールツーストライクです。投げました、低めボール。低め外れてツーボールツーストライク。内角低めいっぱい、見逃し三振。内角低めいっぱいに決まった。斉藤、これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッターボックスは石谷。第1打席は内野フライに倒れています。低めボール球打った、当たり底でのセカンドゴロ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは坂本。今日の第1打席はスイングアウト。第2球投げました、ストライク。伸びのあるストレート投げました、速球ストライク、アウトローへ。バッター追い込まれました。投げました、外れた、ボール。カウンターツーボールツーストライク。投げた、インコース低めいっぱい、見逃し三振。そして続くバッターはマシュー。第1打席はスイングアウトの三振に倒れています。投げた、一二塁間への当たり、山田掴んだ、セカンドから一塁送球。斉藤、ここまで素晴らしいピッチングを見せています。5回の表が終わって0対0、斉藤一塁を踏ませません。投げた、打った、初球打ち、打球はセンターへ、ダイレクトで当たった、センターからセカンドへ。斉藤ヒットを放ちました。試合は後半6回に入ります。バッター細竹、投げた、アウトローに送ってストライク。初球まずは入れてきました、ストライク。これは完全に振り遅れ。投げた、膝元、空振り三振。細竹、全くタイミングが合いません。投げた、ボール。第2球投げました、決まってストライク。第3球を投げました、打って、これは平凡な当たり、掴みました。これでツーアウト、ランナーありません。次のバッターは小山、決まってストライク。まずは初球決めてきました。投げました、ボール。高めに打っています。カウントワンボールワンストライク。投げました、ファール。追い込んで投げました、ボール。カウントツーボールツーストライクです。空振り三振。最後は伸びのあるストレート。斉藤、この回も素晴らしいピッチングです。先ほどヒットを放っている斉藤。第1球低め、フォークは外れてボール。第2球見送ってストライク。第3球は、第4球はボール。カウントはツーボールツーストライク。一塁牽制球を送ります。タッチセーフ。第5球投げました、ボール。インコース低め、インロー外れてスリーボールツーストライク。投げた、斉藤選んでファウル。ゲームはこれから終盤に入ります。バッターボックスはカール。ジャイアンツ、反撃ののろしを上げることができるか。第2球、これもしかし空振り。バッター追い込まれました。投げた、外、空振り三振。斉藤、見事なピッチングです。バッターは藤村、今日は三振とファーストフライ。さあ次の投球、投げた、ストライク。バッター追い込まれました。投げた、内角低めいっぱい、見逃し三振。斉藤、3球で仕留めてみせました。初球決まってストライク。第2球見送ってストライク。第3球を投げた、内角低め、ボール。カウントワンボールツーストライク。打ちました、いい当たり、勝ち。谷ダイレクトでボールを掴んでアウト。7回の表が終わって5対0、斉藤パーフェクトが続いています。バッター斉藤、第1球投げた、スライダー見送ってストライク。第2球打った、いい当たりだ、センター交代、センターへ持っていった、ヒット。
点に。これからジャイアンツの攻撃に入ります。バッターボックスは石谷。今日はセカンドフライとセカンドゴロ。投げました、打った、川端ボールを掴んだ、一塁キャンバス踏んでアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。投げました、内角低めいっぱい、ストライク。初球まずは入れてきました。2球目空振り。第3球を投げました、膝元外れてボール。カウントワンボールツーストライク。投げました、打ちました、これも内野ゴロ。川端取った、斉藤取ってアウト。これでツーアウト、ランナーありません。初球空振り。第2球投げました、これはボール。チェンジアップ外れてワンボールワンストライク。投げました、ワンボール。さあ4球目空振り三振。8回の表が終わって6対0、斉藤大記録達成までいよいよあと3人となりました。さあいよいよ9回に入ります。バッターは細竹。ここまで2三振といいところがありません。第2球投げた、これは見送ってボール。カットボールを外れてワンボールワンストライク。ツーシーム見送ってストライク。バッター追い込まれました。投げた、アウトコース。カットボール外れてボール。外角外れてツーボールツーストライク。打ちました、打球はショートの右、一塁送球アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッター太田、今日は三振とセカンドフライ。第2球投げた、ストレート見送ってストライク。バッター追い込まれました。投げた、ストライク、空振り三振。太田全くタイミングが合いません。代打は中井。ジャイアンツ最後のバッターになるのか。ボール。第2球ストライク。投球は3球目投げた、チェンジアップ決まってストライク。さあ次の1球が最後となるか。投げた、157キロ直球、空振り三振。ゲームセット。スワローズクライマックスシリーズファイナルステージ第1戦を見事制しました。さあ本日のヒーローは2名、まもなくインタビューが始まります。本当に今日は2人とも大活躍。